皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマは特撮です。えー、ご紹介する作品はあ、まあ、ゴジラシリーズですね。および東方特撮という感じかと思います。はい。でですね、えー、今ね、 前回が第1回ということで、えー、お送りしました、この森永の、えー、風船ガムのおまけについてました、ゴジラ2ですね、えー。怪獣大決戦カードというものをご紹介してまして、えーまあ、本日もね、その続きといいますか、ご紹介しようということになります。まあ、どこまで行けるかなというところはあるんですけどね。はい。ではね、いきますね。はい。 まあ大体1979年から1980年頃に出ていたものというふうに、えー、お考えいただけたらと思います。えー、番号はね、すべてはないと思うんです。これもね、58、あ、ありましたね、8ね。えー、でもね、全部はなかったと思うんです。はい。という感じなんですけどね。はい。65がないとかね。はい。じゃあね、いきますね。えー、と、まず、人間の味方、フランケンシュタインと戦うバラゴ ね、はいこれは怖かったですねこの作品とやっぱりサンダー対ガイラはあのー、生生や生半可な特撮っていうかあのストーリー展開じゃなくてものすごくこう大人な特撮という気がして怖かったんですよねうんまあ決着のつき方もねまあいろいろバージョンがあるみたいですけどもねうんはいえー、56番 タワーの上で戦うメカニコングとキングコングですね。はい。これもね、名シーンですね。うん。このキングコングは、言うとこのキンゴジの、このキングコングとは全く造形が違いますしね。はい。メカニコングの祖父美がいいんですよね。はい。ですね。<coughs> 天本英トさんもいいですしね。57番、南海の三大怪獣ガニメゲゾラカメーバ。 ですねこの本編この3体が一度に戦うシーンはないですよね。はい、確かなかったと記憶しておりますがストーリーもねまあ円谷栄治さんが亡くなってから初めてその円谷さんがいない中で作られた作品ということでしたけどもね。うん。あのー、まあ言えばあ特撮。 俳優さん、女優さんが、あ,ある意味創出演の最後の作品だったんじゃないかなと思いますけどもね。はい。そして、58番、ゴジラと戦うエビラ。今は怪獣島に住んでいる。んこれどういうことでしょうかそうなのかなえここ、そうでしたっけ今は怪獣島に住んでいる。んこれちょっとピンとこないですね。はい。これはまあ、あの戦いですね。レッチ島でしたっけ うん、まさにエビですよね。はいうん、この時のゴジラは、えへへってするやつですよね。確かに、ねえー。ゴジラの強敵いや、59番、ゴジラの強敵、郊外怪獣、ヘドラとの大決戦、ね。はい、これもう怖かったですね。もう、ゴジラがボロボロになりますよね。うん、その中で、ある意味人間の尻拭いをしてくれたのがゴジラというね。60番、凶暴で残忍なキングギドラと戦うゴジラ。 ね、いつのやつかなこれはいつのやつでしょうねそれがわからないあでもこの感じだと三大怪獣地球最大の決戦かなと思うんですけどはいえー次ましてサンダ対ガイラ兄弟の戦いねこれですよね心優しきサンダと凶暴なガイラとの戦いっていうねうん なんとか沈めようとする、その、サンダの願い、虚しくって感じで展開していきますよね。そして、えー、62番、巨大ガ怪獣、モスラとゴジラの大決戦。ガっていうのがやっぱり子供たちには読めない字だったんでしょうかね。はい。こちらですね。うん、モスゴジですね。これはまさにね。この草園っていうか、やっぱすごかったですよね。生きてるようでしたもんね。うん。 はい。そして、63番、伝説の怪獣ゴジラがついに姿を現した。何がいいかな、まあ、モスゴジですね。モスゴジ、モスゴジにしちゃちょっと顔が違うかな。でも写真はこれモスゴジだと思うんですよね。景品コンビナートかなんかですよね、これね。んちょっとこれわかりませんね。はい。64番、東京タワーもへし折ってしまうモスラ。そうですね。 これも初代、1960年のゴモスラーですね。うん。ねゴジラって実は、つい、まあ、最近の作品まで、東京都は壊したことなかったんですよね。実はね、ゴジラはね。うん。66番、宇宙人に操られ、ゴジラと戦う金魚。<laughs> ねえ。ってことは、えってことは、怪獣送信劇なんでしょうか。うーん。 キラーク星人ななのかなちょっとこれ分かんないですね。67番「地球攻撃にやってきたサイボーグ怪獣」「外観」。ね。かっこいいですね。やっぱりこの昭和外ガ観ガが好きなんですよね。全身狂気ですよ。ね。はい。そして72番「口から糸を吐いて相手を縛り上げるモス」ラね。モスゴ字ですね。きっとね、これはね。 モノクロがいいですね。確か、私が劇場で見た最初のゴジラ映画は、モスゴジとハチンゴジラの二本立てだったんですよ。うん。あれがね、どこの映画館だったのかなその当時の写真も残ってるんですけど、はい。映画館の前景がちょっとわからなくて。73番、水爆のショックで現れたゴジラとアンギラス。ということは逆襲ですね。はい。大阪が舞台ですね。うん。 この時のこの、ま、ゴジラもそうですけど、アンギラスのもう躍動感の凄さってすごかったですね。1955年ですよね。うん、74番、マッハさんで空を飛ぶキングギドラと戦うゴジラ。はい。えー、これはあれですね、えー。外岸の、外岸線で出てきたキングギドラですね、うん。この大きさのね、違いですね。うん でもキングギドラって考えたらかわいそうな怪獣ですよね。ねえ、なんか常に操られてる感が。75番、地球攻撃にやってきた怪獣たちと戦うゴジラ。うんああ、そっか。ガゴジラの逆襲ですね。こ悲しい映画でしたね。本当に悲しい映画でしたね。はい。うん、そして、76番、富士山の麓で戦う無敵の怪獣をゴジラと。 ね、怪獣送信劇ですねラドンがいますね、はい、77番「ゴジラと力を合わせて戦う防流アンギラス」しょこれがこれがどれだろうメガゴジラの時いやじゃあ違いますねどの時かなうーんわかんないです外外ガガンかな 80番黄色い毒ゴナをまき散らすモスラ対ゴジラの戦い。うんそうですね、この黄色い毒ゴナって書いてますけど、まあ、これはモスラの最後の攻撃って言われてますね。鱗粉でしたっけ、はい、という感じですかね。こ、ま、れ、あ、またじゃあ次回ということで続きしましょうということになりまして、えー、本日も第2回目ということで、ね、このゴジラ第2シーズンの 2回目のご紹介でした。はい、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら、幸いです。また、コメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。えー、また、コメントどうぞよろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。